ああ、そうだった。おはぴよ、どうも、ひなぴよですって挨拶してる場合じゃないね。君がしね、今日もやっていこうと思うんだけど、早坂俊介メガネくんがだいぶ危険な目に遭ってるんで、ちょっと助けるところからやっていこうと思います。大丈夫か？ああ、触れるわけじゃない。一体何が起きてるのか。まずは観察するんだ。よし、ちょっと、とりあえずね、助けましょうね。きっと細いワイヤーってやつで引っ張られてるにゃん。ほどいてやればいいわ。床のスイッチをもう一度押せばいいんじゃないか。あー。対処法なんてない。私たちにはどうすることも。あ、ひなこちゃんのこの態度を見てなんだけど、もしかしてあれか？ひなこちゃんここで死んじゃったのかな？対処法なんてない。私たちにはどうすることも。もしかしてさ、このひなこちゃんの態度と、ひなこちゃんの犠牲者のビデオのことを考えると、ひなこちゃんもしかしてここで亡くなっちゃったのかもしれないなってなんか感じがしますね。首を吊ってたわけじゃなくて、こういう風になんか気づいたら体が浮いててみたいな、そういう感じだったのかな。じゃあまず、刑事さんに何が起きてるのか観察してもらいましょう。今までと同じなら、仕掛けを解くための道具が用意されてるはずだけど、今回はどこを見てもそれがない。ロッカーも開かないことが分かってるし、一体。早く、してくれ。早坂はもがいている。これ、負けイベントとかじゃないよね。首が苦しいんだ。誰か、助け。助けてあげたいけど、床のスイッチもう一度押したら首が締まっちゃうかもしれない。細いワイヤーってやつで引っ張られてる。ほどいてやればいい。床のスイッチもう一回押したらなんかさらにってなっちゃいそうなんだけどな。どうだろう。ほどいてやればいいわん。今助けるにゃん、スーツメガネ。銀は部屋に再び足を踏み入れた。いやー、なあ、銀くん！まずい！銀！まずい。部屋の中は危険だ。磁力だよ。天井の黒い鉄板に首輪が吸い寄せられてる。あ、そういうこと？そんな、それじゃまるで、首吊りの処刑台じゃないか！早坂はもがいている。あれか？ブレーカーを落としに行けばいいのか？床のスイッチをもう一度押せばいいんじゃないか？対処法なんてない。私たちにはどうすることも。いや、床のスイッチもう一回押すわ。そしたら蘭丸くんもグイってなっちゃうんじゃないの？ひなこちゃん。そうなの？だから、何もできないって。ここは、今まで諦めなかったじゃないか。考えればきっと。そんなこと言ったって。突然機械音が鳴り響いた。あれ。ああ、よかった。いや、ブレーカー落ちたとかじゃない？違う？ちょっと。大丈夫ですか？金も。はあ、なんとかなった。うわ、ママの声。もしもし、聞こえる？ママ？ごめんね。そこのロッカールームの仕掛け、処刑用でさ、使わない予定だったんだけど、誤作動しちゃったみたいなんだ。急いで止めたけど、二人とも無事？銀は、気を失っている。ああ。生きてるんだね。よかった。まだたくさん遊べるね。こいつ、銀くんを危険な目にさらして、ただで済むと思うなよ、ママ。なんて男だ。銀は、勢いよく天井へ頭をぶつけたが、フードのおかげで外傷は小さい。だが、もしもっと長く吊るされてれば、窒息で、死んでいた。誤作動なんかじゃねえ。あいつは、あくまでダミーズに。え？そっか、銀くんが死にそうになったから、ママは、止めたんだ。ねえ、この子どうする？どこかに置いていく？いや、早坂メガネがしょえ。ダメだ！もし妨害者に会ったら銀は。早坂、君がおぶってあげてよ。私が。銀は、君のリーダーでしょ？わかった。銀くんを担いで、君たちについていくよ。大勢でいた方が安全だしね。わかりました。ええ。処刑台なんだって、それって最初からひなこちゃんがもう死ぬこと前提だったってことじゃんね。ひなこちゃん一緒じゃなかったのかな？一人だったのかな？そしたらどうしようもないよね、これね。処刑用だもんね。まあ、とりあえず助かったんでよかったわ。セーブしまーす。いや、怖かった。で、どうするかですけど、みんなを集めるんだったよね。エレベーターが動いたから。ここにもいるんじゃない？俺、ポップアップちゃん。ここにもいるんじゃない？誰か。いないか。あら？エレベーターにみんな集まってるってこと？ああ、いたいた。おお、サラ、見てくれ！エレベーターが動いて！銀！どうしたんだ？まさか、早坂！安心してくれ。気絶してるだけだよ、銀くんは。心配ないよ。今はエレベーターの方を。ちゃんと動いてるみたいですが、本当に乗っても平気なんでしょうか？2台あるけど、まさか片方だけ罠だったりしねえよな。はっ、好きな方に乗ろうぜ。運試し上等だ。どっちに乗ろうか。右のエレベーター、左のエレベーター。私左利きなんで左のエレベーターかな。私は左に乗ります。カンナも一緒の方に。なんかサラちゃんが選ばなかった方って不吉だよね。どっちでもいいからさっさと乗れよ。行こうぜ。大丈夫だよね？生きた心地がしないままエレベーターのドアは閉まった。そしてゆっくりと動き出す。この先に待っているものを予感しながら進んでいく。ん？何事もなく着いたな。めっちゃ地面に怪しいものが散らばっているね。よー。久しぶりぜよ。よかった。そっちも無事に着いたんですね。安心しました。みんな、この階にママがいるかもしれない。慎重にね。はい。本当に大丈夫か心配だわ。なんか一緒に乗ってた人たちは一緒かもしれないけど、別のところに乗った人たちがね、入れ替わってる可能性だって普通にあるんだよな。何を信じたらいいかわからんよね。紙が落ちている。なんだろう。皆様お元気ですか？僕はとっても暇で、このようなお手紙を書きました。マップを送りますので、早く会いに来てくださいね。ママより。変な手紙だ。マップってもしかして、あー、サンキュー。やっぱり、この回のフロアマップか。でも真ん中ないんだね。なんかありそうだけど。私たちは今、ここにいる。フロアマップを切り替えられるようになった。いや、行ける場所多いね。なるほど。5階、4階と。なんか同じような場所あるけどね。このロッカールームみたいな処刑用のやつ。あ！これは、刑事さんたちがいた最初の試練の部屋だったりする？で、ここは、なんだろう。なんかコピー機、サラリーマンとかが使ってそうだね。で、ここ教室だから学校だろうね。で、ここ図書室かな？まあ、とりあえずもう一回ロッカー行ってみるしかないかな。もうなんか置いてある。また。なあ、また同じような部屋があんだな。みんな。気をつけてね。なんか、下の階より綺麗ぜよ。確かに、未使用の部屋みたいな感じだ。そうだね。なんかいろいろ置いたままだしね。何かが落ちている。トランシーバーだね。トランシーバーを手に入れた。もう片方あれば、連絡を取り合うのに使えそうだね。こちらない応答せよ。見てな感じかな。はーい、こちらママだよ。殺す方法は思いついた？またねー。心臓が止まるよ。どうやらもう片方のトランシーバーはママが持ってるみたいだね。そっか、ママから奪い取らないと使えない、もしくはママと連絡取るよってことね。で、これはスマホ？小型のスピーカーのようなものが備え付けてある。取り外しできますね。これボイスレコーダーじゃねえか。何？なら声が録音されてるかもしれねえぜよ。裏にスイッチがあります。押してみますか？ああ、スピーカーのスイッチを押した。いや、いいもの聞ける気がしませんね。これは最初の試練。制限時間は5分。それまでに部屋を出なければ命を失う。あなたは一人じゃない。目に見えぬ誰かと運命をつながれている。しかし、つながりを拒み、裏切る意志を持てば安全に出ることもできる。心の声に従え。これで全部だね。やっぱりこの部屋は最初の試練で使われた部屋だったんだ。私たちが連れてこられて最初にやらされたゲーム。協力型の試練だね。これまでに聞いたことのない内容だ。タミーズの皆さん、この音声に聞き覚えはありませんか？ないない。俺たちが見たのは自分が死ぬ瞬間だけだぜ。試練の始まり方は映像がカットされてたしね。死ぬちょっと前の記憶は覚えてねえんだよ。そうですか。いや、ひなこちゃんどう？これも記憶に関するヒントなら、最初の試練について改めて話し合う必要があるのかもしれない。ボイスレコーダーを手に入れた。反応しないんだな。で、他のところは多分開かないんだろうね。一応全部クリックはしますけども、そうだね。この辺は大丈夫そう。じゃあ移動しましょう。いや、こっち行きたいけど、まずちょっと教室の方行こうか。うわー。いや、これ、サラちゃんの学校じゃね？うわ、学校じゃねえか。通ってたことが、もう随分昔のことのように思えるな。なんかいろいろ貼ってあるけど、まずセーブしまーす。これ、なんか気になるとこ結構あるけど、まずこの辺か？この辺は調べられないか。どうしようかな。じゃあこれ。緑色の本が置いてある。やたら目立つな。あ、調べられるわけではないのか。これは？机にカバンが置いてある。これ、私の学校のカバンだ。マジか。中身見てみるか？蘭丸はカバンを開けた。犬、あれ？え、なんで？サラちゃん持ってるんじゃないの？あれ？私どのデータで進めた？なんか、銀くんからワンちゃんを受け取ったデータがあったはずなんだけど、それで進めてない可能性もある。あれ？え、なんでこのカバンに入ってんの？なんだ？このゆるい犬。これは、蘭丸、それは渡してもらえるかな？なんだよ。重要なものなのか？大丈夫です。刑事さん。これは、親友がつけていた、形見なんだ。同じものが用意されてるなんて、意地悪だよな。ジョーってやつか。知ってたのか。少しだけ聞いた。そうか。自分のポケットへしまう。蘭丸へ渡す。刑事へ渡す。わー嫌だな。ちょっと待って。これ、選びたくねー。サラちゃんは、銀くんが見つけてくれた、その、ジョーが残したワンちゃん、持ってるはずだから、どっちかに渡したいんだけど、ペアである蘭丸くんに渡すか、それとも今まで信頼関係を築いてきた、心の相棒刑事さんへ渡すかっていうことでしょうわー、いやー、ちょっと私刑事さんに渡したいなー。刑事さん。わかった。受け取っておくよ。ありがとう、刑事さん。何も聞かずに受け取ってくれて。私はあなたを信用しています。で、これは何だい？黒板に紙が貼ってある。なんだこの紙は。同意書。なんとかかんとかすることを同意します。同意書？うわ、びっくりした。レコさんのこの驚いた表情が急に出てきたらなんかビビっちゃったよ、今。この紙なにみんな見覚えあるってこと？どうしたんですか？見覚えがある。なんじゃ、一体どこでこんなもんを。書いた。名前を。刑事さん。そうです。カンナも書いた。名前を。なんだ？また私以外のみんなが、過去を、ママとの記憶を思い出しているのか。だったら、なんで私だけが、もうちょっとで、はっきり思い出せんのに、肝心な部分が全部もやもやしてるぜよ。進めばわかるってことかな。はい。なるほど。同意書ね。この殺し合いに参加することを同意しますとかってことだったのか？まだ全然わからねえ。ここはもう調べられるのはこのくらいか。緑色の方は多分どっかで使うんだろうね。で、ちょっとね、これ気になるんだけどさ、絶対刑事さんに関わりあるから、こっちから行きたいわ。ここはオフィス。ここは、やっぱ早坂のオフィスか？なんだ？今度は早坂が見覚えあるパターンか？なんかあるね、ここにも。いろいろ調べられそうだが。棚には書類と医薬品のようなものが入っている。医薬品ね。これは？この辺は調べられるわけではない。真っ白なホワイトボードだ。手がかりはないな。まあ一番気になるこいつか？じゃあ調べるなら。パソコンの画面は真っ暗だ。電源がついていないな。これか。はい。このパソコンだけ電源がついた状態になっている。このデスク。もしかして何か情報が。覗き込むと画像が表示されていた。私の写真じゃないか。これは、なんだ？身長とか体重とか、なんかよくわからない数値とか、何？体重は、あれだぞ、学生証にも書いてないのになんでお前が知ってんだよ私ですら知らないサラちゃんの情報を。まるで、健康診断表みたいです。一回見るのをやめませんか？早坂さんは、これが何か知ってるんだ。冷静に聞き出そうか。早坂さん、答えてください。これは何ですか？これは、白状するよ。私の勤める会社は、医療系の機材や情報を扱っているんだが、その仕事の関係で、アスナロの男と知り合ったんだ。アスナロは、表向きにはクリーンな研究をしてる健全な企業なんだが、どうも裏の顔があると知った。裏の顔って、裏家業と繋がっていて、違法な薬品を製造し、その筋で流しているとは。中にはドラッグや安楽死の薬なんて噂もあった。そして口に出せないような人道的ではない研究。今にして思えば人間を複製するための研究だったんだろう。それで私の情報を渡したんですか？君だけじゃない。私は全員の情報を調べるように言われていた。てめえ、じゃあまさか俺たちも知らなかったんだ。逆らえば何をされるか。彼らの力は強大すぎる。この社会の闇を操っていると言っても過言では。黙れ。このデータを何に使ったんだ。答えようによっては今ここでぶっ殺してやる。やめ。あ、銀くん、よかった、目覚めたんだね。何してるんや。銀。なんでおんぶされてるわ。おろせにゃ、スーツメガネ。あ、すまない。よかったな、スーツメガネ。天井の罠解除できたにゃ。銀のおかげで解除できたんだよ。やっぱりにゃ。お前感謝するといいわ。ありがとう、銀くん。やばい。もう、くわー、子供の純粋な心に救われる。毒気抜かれたぜ。助かったよ。二度も命を救われたな、早坂。よかったな、銀くんに感謝するんだな。僕はリーダーだにゃ。当然だわ。大した男ぜよ、銀。こっち来い。怪我見せてもらうぜよ。そういえば、なんか頭痛いにゃ。どうにかしろ、筋肉ゴリラ。よかった。仲間にスクラップにされるところだったよ。銀のおかげだね。君を気に入ってるみたいだ。そうなのかい。スーツメガネなんて呼ぶくせに。ああ、だからかも、ね。最初ここへ来た時、メガネでスーツの人がいたんだ。三島先生と言ってね。短い間だったが、銀と一緒に行動してた。死んだのか。ああ、首輪でね。今も、彼の頭部は見つかってない。なんだって。銀にとってみれば、会話を交わした人間が初めて目の前で死んだんだ。助けられなかったのか、そんな悔いがあるんじゃないかな。銀くんは、彼と私を重ねているのか。だから、守りたいと。かもね。バカだな。そんな理由で、よく知りもしない私のために死にかけたのか。私は、もう人間ですらないのに。銀にはそんなの関係ないみたいだけどね。行こう。離れると大変だ。ああ。いや、早坂、心開いたんちゃうん。銀くんの純粋な心で、みんなほっこり救われたね。助かる。いや、よかったよ。ちょっと銀くんだけは、絶対に生きて帰ってもらわないと困るね。いや、まあ、刑事さんも、てか他のみんなも絶対生きて帰ってもらわないと困るんだけど、一人になるまでって言われたらちょっと、不穏だよね。絶対全員連れて帰りたいが。体重が見えてるから、サラちゃんはここの画面隠したいのはそりゃ当然か。で、他行ってみようか。はい。本だらけぜよ。図書館か。その割には入り組んでるね。迷路みたいだ。マップ見ながら変な方向に行かなきゃ迷わねえって。赤い本も確かにあったし、緑色の本もあった。で、青色の本も黄色の本もなんか一冊ずつ抜けてる感じがあるから、これ、返却しなきゃいけないっぽいね。緑色の本の間には不自然な隙間が空いている。赤色もでしょ多分。そうだよね。全部じゃない？うん。オッケーオッケー。ここはまだ、全部の本を集める必要がありそうだね。で、じゃあ、ここ行こっか。刑事さん、覚悟はいい？行くわよ。いえ、交番じゃねえか。なんか通るのドキドキするよね。おまわりさん刑事さん、交番の中は真っ暗だ。机一つ置いてねえぜ。完全な空き部屋だ。車はパトカーが駐車してある。さすがに燃料はなさそうだが、ドアは開くみたいやな。ん？座席シートに免許証が落ちてるぜ。何？どっちだ？刑事さんか、笹原めぐみさんか、どっちかじゃないか？刑事さん。そうか。やっぱりここは、おまわりさんの思い出の場所だね。あ、ということは、その二人のどっちでもなく、おまわりさんの憧れのヒーローの免許証か？え？記憶が重要なら、もう話しておかないと、だね。覚えてる？おまわりさんが警察官を目指すきっかけになった人の話。おまわりさんの自転車、すくい上げてくれたヒーローでしょ？かわいい！あ、え、は、ごめんなさい、言葉失っちゃった。ちょっと。うわぁ、刑事さんにもこんななんか純粋無垢な時期があったんだなって感じの顔してる。やばい、かわいい、どうしよう、超好き。いてて。よう、坊主。また怪我してんのか？あー、なんかもっと爽やかだったわ。まあ、巡査のおっさん。おまわりさんね。おっさんじゃないよ。ほっといてくれよ。転んだんだ。へへ、嘘つきじゃん。喧嘩でしょ？見てたから。交番寄ってきな。コーヒーうまいぞ。いや、かっけえな、このおまわりさん。これはヒーローになりますわ。へえ、それで殴ったのか。だって、あいつらバカにするから。正義の鉄拳か。おまわりさんは好きだけど、あんま良くねえぞ。どうしてだよ。正しいのは、こっちだろ。だからだよ。正しい時ほど、拳を止める理由がなくなる。だろ。でも、警察は力で犯罪者を止めるもんだろ。そういう時もあるけど、なんだよ、坊主。もしかして警察官になりたいのか？いいだろ、別に。へえ、なんだ、おまわりさんを見てなりたくなったのか？カッカッカ。あ！カカカ笑い？カカカ笑いか。なんかカカカ笑い聞くとサラちゃんのお父さん思い出すね。悪い会話。おい。うん。坊主。いや、刑事。いいものをやるよ。は？おまわりさんのお守りだ。いつも持ってるやつじゃ。大事なものなんじゃねえの？うん、なくすと困るねえ。じゃあ、いらねえよ。つうか、暗算祈願じゃん、これ。はーん。はぁなんかこの笑顔ちょっと似てるよね、やっぱサラちゃんのお父さんにね。おう、今度おまわりさんは親父になるからよ。じゃあこうしよう。刑事がおまわりさんになったら、返しに来てくれよ。はあ？さあ、仕事。また来いよ、刑事。今度はコーヒー残すんじゃないぞ。おい。約束できないからな。期待してるよ。ってね。まさかこうして誰かに話す日が来るとはね。刑事さん、初めて自分から語りましたね。いい思い出の場所なんですね。話が長かったです。初めて自分から語ってくれたね。初めて自分から教えてくれましたね。そうだね。サラちゃんには知っておいてほしくなったのかもしれない。なんだ、てっきり俺が暴力事件を起こした時にパクられた場所かと思ったぜ。うわ、今の話と比べるとひっどい思い出ね。そっか。なんか見た目は結構違ったけど、笑顔に面影があったというか、笑い方に面影があったというか、暗算祈願に面影があったというか、サラちゃんのお父さんっぽかったなー、今の。ていうか、刑事さんって何歳なんだ？今更だけどめっちゃ気になるわ。で、他に調べられる、なんだこれ。あ、調べられるところはなさそうかな。で、さっきの免許証って結局誰のだったんだ？誰のかっていうのを言ってくれなかったね。じゃあ今日はこれぐらいで終わりにしようかなと思います。ご視聴ありがとうございました。一応ね、一通り見て回っ、あらまあ、ちょっと進んじゃった。一通り見て回ったよねって言ってフロアマップ開こうとしたんだけど。ちょっとこれだけやって終わろうか。あれ、フロアマップを見ると、この回は全部行ったよね。結局ママのやついねえじゃねえか。おかしいな。すべて行ったはずだけど。まあ。じゃあ、これで一回ここで終わろうか。ご視聴ありがとうございました。多分だけど、やっぱ門の奥だと思うんだよね。開いてない門の奥。だから、次回そこに行くことになるのか、それともこの辺を周り探索して、本を全部入れることで、もしかしたらここの図書館のどっかが開くんじゃないかなって感じがするので、その辺をね、やっていこうかなと思います。では、また次回、おつぴよでーす。刑事さん可愛かったね。